では、父真由美貞夫の、紹介をさせていただきます。1931年東京生まれ、東京医科歯科大学卒業後、笹病院小児科院長を務めた後、1974年武蔵野市吉祥寺に真由美小児科院を開設。薬を出さない、注射をしない、自然流子育てを提唱。2003年に社会文化功労賞を受賞しております。それでは、皆様拍手でお迎えください。こんにちは、真由美でございます。まあ、今ご紹介にあずかりましたように、私は1955年に医者になっておりますから、もう60年ちょっと越してるわけですけども、その間の日本のね、あの医療は我々の子供の頃に比べますと、昭和20年を境として、1945年を境として、もうとんでもない方向へ行ってしまってるんですね。昔はもう医者なんかめったにかかることもなかった、行っても薬なんかもそんな出ることはなかったんですけれども、ね、今はもう、今沙織が言ったように、私が医者になった時の医療費が、2388億円なんですよ。人口は、1億6000万人7000万人ちょっと切ってた。それから55年で、人口が今1億2700万人ということで 1.5 倍に増えてる。まあ、人口が 1.5 倍に増えてるということは、まあ、人口の割である程度医療費が上がっていくことは、まあ、許容範囲だと思うんですね。医者が頑張れば医療費は落とせるはずだけど、で 1.5 倍なら納得できるんです。ところが今沙織が言いましたように、人口が 1.5 倍なのに医療費は170倍にもなってしまって、国全体の方を話しますと、国の税収って税金、皆さん方が払われる税金が大体43兆円と、あのお宅の家計に切り替えてください。兆っていうとね、ちょっとスケール違うから、それ万円にしましょう。それで43兆円の収入があって、そのうちの38兆円を医者と薬屋に払ってる現状なんです。あと残った50兆足らずで、とても国を賄うことはできませんよね。だから昔なかった補正予算というのが毎年のように組まれているわけです。金額が波ではない。50兆円を超しているわけですよ。で、そっくり皆さん方の家計に当てはめると、例えば月、ね、こちら年収ですけど、皆さん方の月収にしてみると、43万円収入があったとします。43万って言ったらかなりあれでしょ？収入いい方ですよね。で、43万円のうちの38万円を医者と薬屋に払ってしまったら、残りの5万円でどうやって生活ができるのかということです。それだけ考えても、皆さん方の生活が1955年以降どんどん苦しくなってくるのは当然の話なんですね。なぜそうなるのかっていうのは、そこで皆さん方が昭和20年以前のね、知恵を取り戻していただいて、病気は医者が治すものじゃない、自分で治すもの、そういうあれをしっかりとしてください。で、薬は本来はいらないものなんですね。薬はお家で食べる食べ物が薬なんです。うちの患者さんはそれで実行してますから、病気で私の声がいらっしゃる方は非常に少ないです。1日にだいたい 4、5 人です。そのうちの半数以上は新刊ですからね。かかりつけの人たちは
私のところに来ないという。ということは病気にならなければ医者にかかる必要がない。その辺のところをね、しっかり今日覚えて帰っていただきたい。どういう場合に、どんな症状の時に医者にかかったらいいのか。もう本当にひどい状態になってます。特にひどいのが大学病院とか大病院とかね、大きな病院ほど病気でもないのに医者に、病気でもないって言うと言い過ぎですけど、医療が必要ないのに医者にかかってしまっているということです。見分けるのは極めて簡単ですよね。混んでる病院行かなきゃいけない。それだけですよ。病気にならなければ、ね、医者にかかる必要ないんだから、混んでる病院には皆さん方はまず行かないようにしてほしい。代表的なのが大学病院を中心とした大病院なんですね。その辺がどうしてこんなに間違った方向に走ってしまったのかということをお話してみたいと思います。よいしょ。1955年、が昭和30年、私が医者になったとして、この前の1945年というのも非常に問題のある年なんで、昭和で書けばどういう年かお分かりいただけますね。昭和20年、どういう年ですか。終戦の年、アメリカが日本に勝った、日本がアメリカに負けた年ですね。終戦後、アメリカの政治家たちが初めて日本に来るようになった。そこでびっくりするわけですよ、政治家たちがね。戦争には確かに日本に勝ったけれども、日本という国がいかにアメリカに比べて優秀な国なのかと、日本人がアメリカ人に比べていかにレベルが高い国民なのかっていうのは、名前はご存知の方あると思いますけど、マッカーサーとかルーズベルトとか、そういう人たちが知ったわけですよ。そしてそのままの状態でずっと日本人の優れた文化が続いていくと、ひょっとするとまた第二の真珠湾攻撃なんかを受けることがあるかもしれない。それを防ぐためには、日本の優秀な民族性をこう劣化させればいいということですね。それにアメリカの政治家たちは不信をするわけです。心を砕くわけです。劣化というのは、分かりやすい言葉で言えば欧米化という。欧米化させれば、欧米化した生活習慣というのは日本人に合うはずはないわけです。例えば分かりやすい例で、薬の話ばかりではないんですけど、分かりやすい例で言えば食べ物が一番分かりやすい。日本人というのは神武天皇の時代から2000年間米と野菜類、これは味噌汁の中に野菜がいっぱい入ってますね。ご飯と味噌汁で2000年間育ってきた国民なんです。その中で優秀な食文化が生まれていったわけですからね。これを崩せばいい。欧米化するためにどうすればいいのか。ご飯をパンに変えればいい。味噌汁を牛乳に変えればいい。これがアメリカの仕組みの2つの大きなポイントなんです。ところが2000年間もご飯と味噌汁で、ね、育った日本人ですから、パンは食べてくれない。昭和20年の段階、私が14歳の時です。パンは食べてくれない、味噌汁は飲んでくれない。そこでアメリカがどうしたかというと、保健所と教育委員会と大学病院を全国のそういうところを買収して、そういうところに勤めているモラルが低くて、ね、そして肩書きだけが高い大学教授とか保健所長とか教育長なんかを
買収したんです。で、そういうところを使ってパンを食べなさいとか記念を飲みなさいって言うと、日本人は非常にそういう面で自分であんまり考えないのね。上の人の言うことには簡単に従ってしまう。それをさらに延長し、助長していったのが朝日毎日読売新聞なんかです。私どもが小学子供の頃なんか薬なんかまずやたらに飲んでおりません。で、薬もどういう薬が出てたかというと、ほとんどが開業医のところに行くわけです。そうすると年配の方がご記憶あるかもしれません。私は今でも勧めますけども、一人一人に全部違う薬が出た。で、同じ病気でもその病気の症状によって薬が変わってたんです。上皿天秤って天秤を使って粉薬ですから、ね、その人その人に合った量を乗せて、そしてこのさ紙に包んで薬方紙っていうのに包んで渡してる。私は昭和20年までの薬なんですよ。だからそんなに個人個人で作る手法ですから、たくさん出すわけもない。非常に手間もかかりますし、飲むこともなかったわけです。それを昭和20年から大きな病院で薬を出すようになってしまった。その辺で今日のようなもう、医療品ってはどんどん上がっていったわけです。じゃあどんな場合に医者にかかったらいいのか、一番いい皆さん方に知っておいていただきたいのは、そういう病気に対する対応が一番上手にできているのが生まれたばかりの赤ちゃんなんです。赤ちゃんの時 のやり方をずっと続けていれば病気にならない。まあ皆さん方大体ご自分で赤ちゃんをお持ちでない方もいらっしゃるかもしれないけど、生まれたばかりの赤ちゃんも大体この頃病院に行けば見られますね。赤ちゃんは まず何をするかというと、何します、生まれたら。赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんがまずやることはどういうことですか。泣く。それも半端な泣き方じゃないです。大きな声で泣く。それは別に泣いてるわけじゃないんです。妊娠期間中には肺の中に溜まった空気を全部吐き出してるわけですよ、ね、自分の肺の中の空気を出してから、それから外の空気を吸ってるんです。で、泣いた後どうします。便を出すはず。それもね、胎便っていって真っ黒い便をたくさん出す。お腹の中にいる間に溜まった便の最終的な部分を出す。便を出してからお母さんのおっぱいを飲むんですよ。つまり何でも出してくる。水でも空気でも食べ物でも出してから入れてれば病気にはならないということ。そうすると出す方がメインになるから、当然取る方だってそんなにたくさん取らないです。食べ物だってそんなに昔は、腹八分目とか、年寄りは腹七分目、あるいは腹六分目、必要の 60% 70% ぐらい取るのがいいんだということを、どこのうちでも医者が言うわけじゃない。おじいちゃんおばあちゃんが必ず、ほとんどのうちにまずおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃって、しかも子供の数は今と違ってずっと多い。たくさんの子供にね、朝朝食も一緒に食べてます。今バラバラの家庭が多いけど、昔は必ずおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、子供孫と全部一緒に食卓を囲んで、その時におじいちゃんおばあちゃんが、私小さい頃の記憶ありますけどね、まず食事をとる前に子供とか孫におじいちゃんおばあちゃんがトイレ、昔は便所と言ってました、便所へ行ってきたかと。
朝排便がない子供は朝食抜きだったということをしっかり覚えておいてください。出してから入れるということです、ね、そして入れる量も腹8分目、腹7分目、段位、飽食、病の元と季節過ぎですね、段位でたくさんいろいろ来たり食べ過ぎたりするのが病の元と言って、だから当然ね、体も今みたいに大きくなりませんよ。昭和20年までの、まあ、明治時代からずっと身長体重なんかかかってるんだ。身長というのは、それじゃあ昭和20年までの大正時代、明治時代、江戸時代の大人、成人の身長は何センチ台ぐらいだったらご存知ですか？そうですね、150センチ台とおっしゃったけど、150センチ台、ただしそれは男性の場合なんですね。女性、統計が全部取ってあるんですから、昭和20年までの日本人の成人の身長は男性が150センチ台、女性は140センチ台、金さん銀さんが標準の身長だったんです。逆に言えばだから金さん銀さん100歳まで生きてたんです。大きな男、私なんかもう大男だったんですよ、ね、170センチ台っていうと大男だった。小学校中学校で50人のクラスの大きい方から3番目だったんです。今だったら真ん中より下になってしまう、それくらいね、身長が伸びてる、体重が増えてるってことは食べ物が明らかに間違っている、食べ過ぎているということなんですね。そしてどういう場合に医者にかかったらいいのか、それで赤ちゃんの時のことを言ったんですけど、何かを出している時は医者にかかる必要はないという。例えば体温ですね、熱、発熱しているような場合、あと、それから咳をしている場合、ぜー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 言っている場合、それから下痢をしている場合、吐いている場合、鼻水が出る場合、胃ろうですね、それから耳だれが出ている場合、全部外へ出ている症状の時は医者にかかる必要はない。これは全部自分で病気を治すために体温を上げてるわけですよ。バイ菌とかウイルスというのは高温に弱くて低温に強い。だから今インフルエンザが流行ってる、インフルエンザが入ってきたら、インフルエンザ菌を殺すためには体温が高ければ高いほど早く死んでくれるんです、ね、だから、発熱っていうのは病気を治す一番いい方法なんで、熱を出してる時に医者なんかかかる必要は全くないという。ただしこれは個々の症状の場合ですよ。こういう症状が複雑に絡んで、後で言います、後で言った場合ね、こういう症状の時は医者に行かなくていいというのを言ってはいけないということなんですね。生まれたばかりの赤ちゃんのような症状の時には医者にかかる必要はないと。そうすると反対に医者にかからなくてはならないのは、こういう症状が出ない時、典型的なのは体温が低い。体温が低い場合は必ず医者にかかって、なぜ体温が低いのかということは医者から説明してもらわなくてはいけない。それから咳が出て全面がいけない、例えば下痢、嘔吐の場合ね、便が溜まってる場合、便秘してる場合とかね、それから耳が詰まって自閉、鼻閉、昔は鼻垂らしは達者と言ってるんです。
もうティッシュペーパーなんかないからこの辺テカテカにね。しかもあの抗生物質なんか普段使わないからバイ菌が入ってるから、サラサラした鼻水じゃない。緑のねっとりしたものとか大白紙のこのテカテカにして遊び回ってた。そういう時には医者に行く必要はない。耳が詰まってる場合も医者に行く。こういう時は医者に行ってはいけないということです。特にいけないのは、ごめんなさい。こういう症状の時は、ごめん、逆なさいね。医者に行かなきゃいけないけど、こちらの症状の時は医者にかかってはいけないということです。それだけはっきりしておいてください。そして、医者に行きます。だからそういう説明をしてくださるホームドクターを必ず持ってなくちゃ。それは赤ちゃんが生まれる前に持ってなくちゃいけない。妊娠期間中からね。そしてそういう医者のところに行ってればそんな大きな間違いはないはずなんです。ところが今や皆さん病院志向ですぐこういう症状で病院に行ってしまう。しかも見てくださる先生はその連れてった子供をずっと見てた先生じゃないですね。初めて見る先生が。そこでいろんな間違った対症療法をして薬も使いすぎになっていくんだって。私はうちの患者さん方には育児はその人が生まれる20年30年前から始まると。赤ちゃんが生まれる前の20年30年かけてしっかりしたお父さんお母さんになってから受胎をすればこんな大きな誤りをするはずがないんだということです。だから赤ちゃんについて言うもの、今人生80年と言いますけれども、生まれる前お腹の中にいる1年間が生まれてからの80年間よりも大事なんだということです。そのこと当たり前のことって思いませんか、ね、生まれる前の年月とかに赤ちゃんはとっても大きくなっているわけです。生まれてからそんなに大きくはならないんです。だから妊娠期間中が一番大事なんだということ。そのためには20年30年かけてしっかりした妊婦さんとか受産婦に育てていかなくちゃならない。私は民族で一番なんていうか強調している民族はアメリカンインディアンなんです。ネイティブアメリカンで、アメリカのインディアンのダイアンモント屋さんと私が対談した、ね、対談集も出てますから、もし機会があったら読んでいただく。インディアンの人たちは1代2代どこじゃないんです。7代前まで遡る。だから赤ちゃんが生まれたらその赤ちゃんについて経過を見るときは7代先のことまで考えて育児をする。日本だって昭和20年前まではそうなんですよ。平安時代の人、戦国時代の人、江戸時代の人、その頃は昭和20年まではみんなの子孫のことまで考えて育児をしていた。薬なんかそんなにやたらに飲ませるはずはなかったんです。それを昭和20年にアメリカが初めて、それ前は兵隊しか知らないわけですよ、戦ってるわけだから。で、日本に政治家たちが来てびっくりするわけ。で、それを劣化させるためにこういうのですぐ医者にかかるようにさせちゃっているんです、ね、しかも医者にかかるだけならいい。薬をどんどん使う。で、薬はどんな薬を使うか、まず行くときですね、こういう咳、ぜいぜい、下痢、嘔吐、自閉、この辺はみんな医者に行かないで
自宅で治せますから治る。で、便秘とか鼻閉、鼻が詰まるとか、それから耳がね、詰まってるような時はやむを得ませんから医者に行ってください。で、その時にやたらに、よし、ごめんなさい、薬を使わないでいただくと、お家の中に薬を置いておくということですね。薬、今いろんな薬がありますけれども、逆さに読めばリスクでですね、リスクのない薬は1種類いたりともある、 100% リスクなんです。その程度の差があるなしがありますけども、薬でリスクのない薬は一つもないということを知っておいてください。しかも新薬ほどリスクが大きいという、大きな病院で出している新薬が一番怖いんです。子供たち、こちらを使わないで、これは当たり前の話、昭和20年までの我々がやってた、今も私は外来でそういう指導してますけれど、草がありますね、木がある、草の方が上にあるからこっちが大事だ。草というのはご飯、野菜、海藻だね。木というのは果物、木の実です。こっちが大事なんで、果物、木の実を少量。ね。それからご飯、野菜、海藻をたくさん楽しんで体を楽にするのが楽。で、こういうものをこっちはどこに置いてあるかっていうと、薬局ですね。今市販の薬局もいっぱい混んでますよ、ね、それはおかしいんです。こちらの薬はどこに置いてあるかというと台所ですよ、ね、せっかくいい薬を買ってっても、まあ本当は昭和20年までは 80% が農民だったんです。5軒のうち4軒は農民だったんです。食べ物を売ってる店とか、ましては食べ物を調理してそれを食べさせる店は昭和20年まで一つもなかったんですよ。まあそこまでは言いませんから、せめてね、薬を自宅に置いていた。それも冷蔵庫なんか入れておいたんじゃダメだったらすぐ分かりますね。野菜、海藻、それから果物、その果物たちがなのか育っているような環境じゃないといけない。つまり水はね、うちで無理かもしれんけど、空気と日光が当たってなくちゃいけないと。皆さん方の中でご自宅で野菜を作っている方いらっしゃる？あ、さすがですね。まあでも数が非常に少ない。昔はこういう方が 80% 手を挙げたわけです。で、せっかくいい野菜を買ってきても、それ冷蔵庫に入れたらおしまいですよね。冷蔵庫の中で野菜が育つはずはない。だから木造の方は恵まれてますから、買ってきた野菜を庭の土の中に埋めといて早く食べればいい。私はマンションの3階に住んでますから、大半の方がやっぱり鉄筋住宅が多いと思う、と庭のない方が多いと思うんですけども、そうしたら日光と光が当たるところでベランダに置いとけばいいんですよ。ベランダに野菜を出しておいて、それをなるべく早く食べるようにしてください、ね、とにかく薬を自宅に置いておく。こっちは薬局の薬は極力飲まないようにする。まあ、さっき沙織も言ってましたけど、私は医者になって60年です。開業して40年です。40年開業してますけど、診療所には薬は一切置いてありません。薬を指定してるわけじゃないんです。必要な場合は、ね、処方箋を切って、近所の薬局で出しても、1日に1人か2人ぐらいです、薬出すです。あとはみんなこっちで治してます。そうすればね、病気になることもない。そして、
そしてこういう発熱下痢嘔吐咳喘で鼻水くしゃみやに乱れ、そういうのでは病院には行かないようにしてくださいね。そして今現実にどのくらい薬、まあ要するにここに薬と書きましたけど、食べ物を食べるときにね、こっちを食べていただく、選ぶのは本当は簡単なんですよ。昭和20年までの日本人はカタカナの食べ物は食べていなかったんです。だからカタカナの食べ物ではなく、ひらがな漢字の食べ物を我々の先祖は神武天皇の頃はずっと食べてたんですから、こちらを食べるようにする。もしカタカナの食べ物を間違ってどなたかにいただいたら、それは食べないという、具体的にもすぐ分かります。ここで線を引くね。パンはやめてご飯にする、ジュースはやめて味噌汁にする、チーズはやめて豆腐納豆にする、サラダはやめておしんこにする。調味料だってそうです。カタカナの調味料は捨ててしまってください。ドレッシング、マヨネーズ、ケチャップ、マスタード、そういうものは捨ててしまって、塩、味噌、醤油、酢にする。それはみんなね、こちらのカタカナの食べ物をマスコミでは勧める。それはそうですよ。でこういうカタカナの食べ物を使えれば、そういう勧めた人たちがそういうところからリベートがいっぱい入ってくる。うちの会社の方は一つね、利口なことやってます。調味料でも何でもいいや、食べ物でもいいです。コマーシャルに乗り出した食べ物はそれを子供に与えてはいけない。カタカナ漢字を取りません。コマーシャルを載せてやってるような食べ物は全部メーカーがリベートをもとにしてそういうのを宣伝してるんです。そこにいろんな、それこそカタカナの薬が入ってきてしまってるんです。だからうちの患者さんは、まあ、大体のうちではテレビはお持ちですね。だテレビのコマーシャルを見て食べ物とか、もう一つ言えば電気製品がそうなんですけど、食べ物とか電気製品でコマーシャルにが乗ってきたら、その食べ物は買わないようにする。電気製品を買わないようにする。今一番問題になってるのはスマホ症候群っていうのが、東京あたりであんまり問題にならない、東北では相当問題になってるんです。スマホなんかを子供に持たせてはいけないということですね。そういう選び方をしていると子供は病気になることがない。日本人ですから、ひらがな漢字のものをしましょうよね。それでひらがな漢字はやっぱりちゃんと読めるようにしましょうよ。女子大生が平屋物語、昔はほら、今はこうマンションになって、昔は平屋で暮らしてたから平屋物語、だからそれ笑えないのはだって平家物語に習ってないでしょ。祇園精舎の波の鐘の音ったってね、諸行無常の響き合いで、そんなこと言ったって習ってないんだから、そのこと大学生は責められないですよ。枯れ岸ってどこですなんて言って、枯れ岸参りなんて言ってるから悲願ですよ。いや、そういう子の大学生のはむしろ多いのよ今は。ね、本当ですよ、ね、恐ろしい。だから英語やるのはいい、英語やるのはいいけど、それは国語をしっかり勉強してから、古典も少しは読んでから、それから英語を習わせてくださいね。だから食べ、今あこれだって典型的ですね。タイトルが薬になったと、こっちのこと、こっちカタカナの薬を取らないでください。大きな病院に出したのは全部カタカナの薬ですからね。そういうものは取ってはいけないと言ってるわけです。そして、うん、よいしょ、今ちょっと食べ物の話しましたから、
食べ物に関しては今栄養学なんてのは一切いらないんです。日本においては、あ、ごめんなさい、一切って言ったのは昭和20年までは栄養学なんていうのは全くなかった、問題にしてない。それは自給率が十分に足りてたからです。自給率が足りていれば栄養学は必要ない。で、栄養学ってそれぞれの動物がそれぞれの住んでいる場所で、ね、先祖代々食べ続けた食べ物を食べるというのが大事なんですが、だから野生の動物に、ね、学べばいい。野生の動物だから皆さん方がもし今日のような薬とか食べ物の勉強をされるんだったら、医学じゃなくて生物学をしっかり学んでいただきたい。ちなみに野生の動物で薬飲んでる動物はないんですよ。動物園の動物とかましてペット、みんな薬飲まされて病気になってるわけ。そしたら大切なね、お子さん方を昭和20年代以降動物園の動物とかペット的な育て方をしていないかどうかっていうのは、そうね、子供は能力が高いんですか、能力の高い子供はそういう間違った食べ物によって能力を落とさないでいただきたいということです、ね、だから我々は猿の仲間です。こんな絵を描いたのはなぜかというと、猿というのはここの、下北半島、青森県の下北半島が猿が住める北限なんです。ここから北には猿はいないんです。ということはここから北に住んでいる人は、ね、猿がいないんですから、ここの人たちは猿を含めた野生の動物が食べている食べ物をそのまま食べればいいんです。だから、まあ、3つのことを言っておくと、まずその土地の食べ物です。新土国って言いますけどね、今地産地消とも言ってますけど、自分の住んでいる、今東京だとこの辺な、大阪と、そういう住んでいる土地の食べ物を食べる。春夏秋冬、その季節によって食べ物は違ってきますから、今これから冬に入ってきたら冬の食べ物を取る、夏になったら夏の食べ物を取る。大雑把に言うと夏は日光が強いでしょ、だから上に向かって伸びていくような食べ物を食べる。ナスだとかキウイとかトマトとかね、これからは土が温まってくる、土に根ざしていくような食べ物、じゃがいもとかね、それから大根、人参とか、それから上に伸びていくものは、それほど竹の伸びないで食べる、ほうれん草とか、そういう食べ方をしていけばいい。土地のもので、季節のもので、そして何といっても加工していない食べ物を食べる。加工した食べ物っていうのはカタカナの食べ物がいっぱい入ってるんですよ。今普通の子供たちで、幼稚園、小学校行ってる子供たちで、スーパーなんかで買ってきた食べ物で育ってる人たちは1年間で1500種類のカタカナの食べ物を食べていると言われています。例えば哺乳動物、名前の通り哺乳動物というのは、ね、温血耐性、メスは乳を分泌して子を保育するということは、野生の哺乳動物が4000種類もいるわけですよ。4000種類もいるということは、おっぱいも4000種類のおっぱいがあるんです。昭和20年以降の日本人を除いては、他の動物は全部自分のお母さんのおっぱいしか飲んでないんですよ。昭和20年までの日本人もそうです。自分のお母さんの、卵乳するまではそのお母さんのおっぱいだけで育つわけだから、そのお母さんのおっぱいがそれだけで育つ、なく完全栄養食品でなくてはならない。ライオンの赤ちゃんにとってはライオンのお母さんのおっぱいが完全栄養食品である。
それから馬の赤ちゃんにとっては馬のお母さんのおっぱいは完全栄養食品である。日本人の赤ちゃんにとっては同じおっぱいでもやはり日本人のお母さんのおっぱいでなくちゃならない。日本人のお母さんのおっぱいが完全栄養食品である。そういうことで昭和20年まではみんな育ってました。でアメリカが巧妙にそういうのを崩していった、ね、民族は違うどころじゃない、他の動物のおっぱいで、ね、子供を育てるように保健所、教育委員会、大学病院を使って日本人をガタガタにしたしていった。それが70年間も続いてるんですよ。占領期間中の1945年から52年まではアメリカの言うなりになるんだし、仕方なかったんですね。占領されたのは52年に独立してから、もう60年以上経ってるのに、いまだに他の動物のおっぱいを学校給食で出して飲ませてたりね、とんでもない。今月か12月から、あの新潟の三条市で3月まで学校給食に牛乳は使わないように別の意味でやってるんです。そういうのがどんどん広まっていくと子どもの病気がうんとしてきます。この中で血液型が A 型の方、ちょっと手挙げてくださる。あんまり少ないですね。はい、ありがとうございました。 A 型が4割、ね、O 型が3割、B 型が2割、AB 型が1割と言いますけど、 A 型の方に、私は A 型ですから私の血液を輸血したとします。と今手を挙げてくださった方は A 型だから問題ありませんよね。今手を挙げなかった方に私の血液を体に入れたのは即死なんです。だから手術なんかの場合は必ずその前に血液型を調べる。人間同士だから血液型合ってれば大丈夫なんです。牛乳というのは他の動物の血液でしょ。おっぱいは血液なんだっていうことをしっかり知っておいてください。あのおっぱいって何色してますかって聞くと白色とか乳白色とおっしゃる。それは出てくる時の色ですよ。乳房に入るまでは全身を回ってるんですよ。血液ですよ、おっぱいって、ね、他の動物の血液を輸血する。今手を挙げた方でない人たちは即死をしてしまうんだ。そういうのを学校給食で飲ませてる。あのうちの患者の方は40年前から学校給食でも幼稚園の給食でも一切牛乳は飲んでおりません。だからさっき言ったように患者さんがどん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 減っていくわけですよね。一例で自分で考えて育児をしていれば病気にはならない。牛乳なんかは薬以上に怖いものですよね。血液ですもん。そういう簡単なことをしっかり子どもたちに伝えていくということです。そしてここのところの生活しているものはその先祖が取ってた食べ物を食べる。ただし北海道の方たちもですね、フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ロシア、カナダ、猿がいないんです。猿がいないところは人本来の我々のような本来の食べ物は取れないんです。だからこういうところに住み出した人、なぜ人が住めないところ、猿が住めないところに人が住め出したかというと、不自然な生活をすることに住むことができるような。まず火を使って、火を使っている動物なんて一種類もないでしょう。ね、それから、こういう衣類をね、身につけてる、ね。日光猿軍団ぐらいですよ、言ってるさっきのがね。それから、あと、まあ、要するにか、いろんなものを加工したものを使って、こういうところにも住めるようになった。そうすると、ここで取れないものでも、例えばパンであるとか、パスタであるとか。で、むしろ逆に言えば、奴隷で生前デンマークの人たちは、冬のこと考えてごらんなさい。氷で買って、取らされてるんですよ。ご飯野菜なんて取れませんよ。ご飯と味噌汁絶対無理です。だから彼らは人というのはそんなに強い動物ではないんですけれども、いろんな工夫をして周りの動物を倒して、そしてその肉を食べたりね、内臓を食べたりしてるわけです。
彼らは必然性があってそういうふうにしてるんで、移り住んで何千年、何万年前には今の日本以上にいろんな病気があったに違いない。がんもあったでしょう、アレルギーもあったでしょう。だからマックラーケンという栄養学者が言ってるんです。人のね、食べられない食べ物でも2000年から3000の3000年のスパンで取り続けていると遺伝子が変わってきて食べても平気になる。だから2000年、3000年、そういうとこじゃない、4000年、5000年パンを食べ続けているフランス人はパンを食べていいんですよ。パスタを食べ続けているイタリア人はパスタを食べていいんです。ノルウェー、スウェーデン、デンマークの先祖代々ね、そういう動物の肉とかね、内臓とか食べてた、そういう人を取っていいんです。ここに住んでる人たちがこういうものは取ってはいけないんだけど、今やもうスーパーとかコンビニとか給食なんかその間違っちゃったものがいっぱい出てる。だからそういうものは全てその人、子供たちにとっては薬と考えるべきですね。薬を取りすぎないというのは、実際に食べるものの薬もそうですけど、食べ物で薬を使ったり食べるのがいっぱいあるんです、スーパーコンビニ。そういうものは食べてはいけない。薬というものを幅広い範囲で捉えていただきたい。そういうようにしていれば滅多なことで病気になることはありませんよ。だから小さい時のホームドクターをしっかりね、決めて、その先生からいろいろ指導していただければ病気になることはない。それを2代子供、3代孫、ひ孫と、インディアンの人にはまだ先までとはあえて言いませんけども、そういうふうに伝えていけば、ね、薬で病気になることはまずないだろうということです。でその薬の使用量も膨大な量ですけど、ね、私の患者さんの船瀬俊介さんというの、そのお子さん、私はずっと見てたんですけどね、船瀬俊介さんは、薬で死ぬ人たちは交通事故の5倍であると言ってますよ。交通事故って言うと皆さんもね、いろいろ大変なことだと思ってらっしゃるけど、その5倍も大きな病院で出していく薬によって死んでってるんですよ。それをしっかり頭の中に入れておいてください。だから内海、若いんだけど内海悟さんって人がいて、今一緒に水曜日に火曜日に録画して、録音してテープで流してますけどね、FM 西東京ってところで流して、若いけどとってもしっかりしてる。その人はもう薬に関してはもう私よりもっと厳しい。診療所が御徒町にあるんですけど、相談に来る人はほとんどね、その飲んでる薬をね書いてくる。そうするとすごいんですよ、10種類とか20種類とか。ただそれ飲み続けた人はいきなりやめちゃいけない。だからそういう人たちがこの薬どこから減らしたったらいいのかって相談に、素晴らしい先生いらっしゃいますけどね、とにかく薬はリスクだということだって、それだけしっかりしてくださればいいのね。リスクのあるものを取らない。しかもそれが今話してたのは食べ物の中にいっぱい入ってますから、一番怖いのがやっぱり粉ミルクですね。粉ミルク用に、牛乳は怖い上に粉ミルクにはもう昭和30年代ぐらいから厚生省が認可した食品添加物が18品目入れてもいいことになってるんです。全部入れてるわけじゃないですけどね。だから粉ミルクを飲んでる人の死亡率は、これはね、昭和天皇、今の天皇陛下のお父さんの昭和天皇の侍医をしていた内藤十四郎さんという山王病院の院長だった素晴らしい先生が、私が尊敬しています。 4,5 年前亡くなりましたけど、母乳の話という本の中で混合人工栄養児の死亡率は母乳栄養児の20倍であると、20倍
あの本を買って読まれたらすぐ出てきますよ。よいしょ。そういう正しいことを言っている大学教授もまれにはあるんですよ。テレビなんかで出てる人たちはまずはそのメーカーに載せられてますから、ほとんど本当のことは言ってない。あるいはもう絶版になっちゃってるかもしれませんけど、この中に混合人工栄養時の死亡率が母乳栄養時の20倍である。私もそういう実感を持っています。私の外来に、私の患者さんたちは40年前からもう牛乳飲んでませんからね。そういう人がおじいちゃんおばあちゃんになってますから、子供に幼稚園でも小学校で学校給食の牛乳は絶対飲ませてませんからね。外来のどんどん減ってくる。牛乳を平気で、医者はみんな知ってるんですよ。要するに言うか言わないか、それだけなんだね。なぜ言わないの？言ったら確実に患者さんが減るんです。20分の1に減るんです。逆に言えば、皆さん方がそういうことを実行してくだされば、今の医療費は20分の1には減るんですよ、ね、もったいない話ですね。だから、まずその土地の食べ物を食べる、季節の食べ物を食べる、カタカナの、ね、加工した食べ物は足らない。それだけ注意してくださるだけでも、子どもたちの病気はうんと分けると思いますね。薬は、リスクがあるということですね。リスクのあるものは子どもにあげないようにしていただきたい。これから薬のことに関して、じゃあの先生がもっと詳しく話してくださると思いますから、しっかり覚えて帰ってきてください。とにかく薬は怖いということを知って、薬はリスクの代表的なものですね。それが医薬品だけではないんだということをしっかり知っておいて、毎日の食べ物の中で薬がいっぱい入ってますから。渋谷の駅の近くにお店がいっぱいある。昭和20年も何の店一軒もないんだよね。みんな食べ物は自宅で作ってたわけでしょ。今自宅でちゃんと食べ物を作っている人が 20% と言いますね。5件のうち4件は平気でこういうリスクのある食べ物を子供に食べさせている。その子供が子供の時からずっと食べてて親になれば、やっぱり自分が食べてたものを孫にも食べさせるじゃないですか、ね、病気がどんどん増えて170倍になるのも当たり前でしょう。一気に昭和20年の段階戻すのは無理でしょうけど、少しずつ、ね、子供を病気にしないように食べ物に気をつけていただきたいと思います、ね、ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。小児科医の娘として40年以上生きているわけですけれども、本当に断言できるのは、医者や薬には病気は治せないなということです。もう自然の動物に学べ、これに限ると思います。一つ補足なんですけれども、父のお話を聞いているとどうしてもその昭和20年まではっていう言葉が多くて、まあ、実際こう生きている中で、いやもう平成だしっていうふうに、ね、考えていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、じゃあちょっと自然の動物で考えていただいたときに、笹をずっと食べ続けているパンダ、これが時代を変えて食を変えているでしょうか、住むところを変えているでしょうか。ちょっと健康になるためにサプリ飲もうとかいうパンダはいないと思うんですね。そういう不自然なことをすることによって病気になっている私たちの意識を変えていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。